皆さんおはようございます。2021年6月15日火曜日、朝のご挨拶 A です。ごきげんよう、衆議院議員の原口和弘です。今日はですね、この後いろんな会議があって、それでこちらから、お送りいたします。昨日総理がイギリスから帰ってこられて、そして、私たちへの回答、一次補正を組んでください。それから、国会を危機の時に、だから延長しといてくださいと。これ、即応しなきゃいけない。特にデルタ株ですね。これはワクチンの回避性を言う人もいるし、それから感染性が高い。それから重症化率も高い。そして何よりも子供たちにも危険が及ぶ。そういう、報告さえあるものです。まだわからないんです。だからこそ国会を開いて危機に対応すべきだと。で、総理 ご自身がですね、菅議員が野党議員の時に議連まで作って、そして、東日本大震災こんな危機の時に国会を閉じるものがあるかと言って運動をされた。それなのに、このパンデミックの危機、しかもいろんなところに不備だらけ。この不備だらけなのにゼロ回答というのはもう絶対に筋が通りません。しかも五輪は強行するけども、大規模イベントはやめろと。緊急事態宣言は、あれ、7月23日が五輪の開幕ですけど、それに合わせるかのように、ちょうど一月前には解除するけども、国民は自粛をしときなさいと。だけど五輪はやりますと、もうランセットのあの論文を持ち出すまでもなく、自分たちはもう最悪の壮大なそのひどい実験をやるんじゃないか、全く無謀な試みをやろうとしてるんじゃないか、あるいは WHO が五輪について言及しないのはまさに責任逃れだという論文まで出てきました。で、昨日も合同ヒアリングをやりましたけども、それこそその厚労省で、自宅待機、あるいは施設待機、その方々で急変された、そして亡くなられた方、それ、数字を言ってましたけど、警察庁の数字と合いませんね。警察が調べて、あの方間違っておっしゃってましたね。和田さんが開示したのは、陽性と判明した方で、その後、亡くなられた方、ということですよね。だから、本当に国民の命を守ろうとしない、そういう政治は退場しなきゃいけない。昨日、党首会談をやってですね、今後の対応について、一致して4党で不信任案を出すと。いうことで、結論が出ました。で、しかも、第一次補正を組まないということが本当にあるでしょうか？あっていいでしょうか？目の前で苦しんでる。そしてもう医療も逼迫する。そうでありもかかわらず、昨日政府が、ある研究所にお願いした調査ですら、それデルタ株は入ってないんですね。デルタっていうインドで報告された株ですね。あれ、昨日も指摘しましたけども、1ヶ月であっという間に、優先、他の株を駆逐してですね、そして、広がっていったわけです。まさにこの国会を1ヶ月も2ヶ月も3ヶ月も、それこそ閉じてる、そんな余裕はないんです、日本には。だから皆さんぜひですね、その声を広げてください。いやー、本当にもうゼロ回答だっていうのは、信じられませんでした。ドイツのメルケル首相は、この開催について触れてませんよね。なんか、各国の首相の、同意を取り付けたとか、サインを取り付けたとか、報道されてますけど、それ違いますよね。もうね、やっぱり国内だけで、こう、情報を統制して、
るのか、忖度してるのかよくわかりませんけども、報道機関が。そういうことをやって済む時代じゃありませんよね。だってもう情報が流通していて、そしてその瞬時にイギリスで何が起きたか、そちらの忖度をしないジャーナリストもいるわけですから。本当にこう、なんていうかな、ひどい話だなと思います。で、今日は、仮に不信任案を出すということで、もう、手続きをこれからやっていくわけですけど、その時には、枝野代表が趣旨説明をいたします。で、今の予定だと、その私がですね、賛成討論をする予定になってます。これはあくまで予定で分かりません。そのままですね、不信任を出してすぐ解散といったこともあるわけで、あくまで予定なんですが、これからまた原稿に手を入れて、約3000字ぐらいですかね、3000字の中で、しっかりとした賛成討論をしたいと思います。もともとこのウイルスの厄介な特性はステルス性です。感染前から、感染が発症前から、感染をする。それから、発症しない人でも、無症状の方からも感染する。そして、これが、自分の様々な、例えば呼吸器とか、そういったことのセンサーを狂わしていることもわからない。幾重にも、ステルス性があるわけですね。隠れてしまってるわけです。ステルスの、軍用機のように。とすると、ちゃんとしたレーダーを作って、これ見つけなきゃいけないんです。だけど、検疫は、やっと PCR が入ったぐらい。PCR を増やしてくれって言っても、わけのわからない理屈で、拒否をする。で、増えてきましたと言って、各国のと比べたら、もう、アジアでも最も低い、最も成績が悪い。これなんで起きてるかというと、科学と学問を軽視してるからですよね。だから、国民の皆さんから見ると、予測がつかないんですよ。いや、自分たちは多分、最初の第一波で終わるぐらい本気で思ってたんでしょうかね。このバリアント変異株についても、去年の11月の終わりに、イギリスのこの変異株 B117、報告された B117という、今アルファって言いますけども、このアルファについては、感染性も高いから、国境措置をちゃんとやってくれ、水際対策をやってくれ、それ1ヶ月半後ですからね。で、最後には、その頃はバリアントについての議論はなかったとまでおっしゃる。もうとんでもない話だと思います。菅首相は郵政民営化を進めてこられましたけど、郵政民営化結果どうですか？私たち国民の郵政はどうなりましたか？それと同じように、いろんなことが、民間に委託されてやってるけど、特定の、そこは大きな利益を得て、国民は追いまくられてるじゃないですか。特に若い女性の方々、非正規の方々、この方々が雇用の調整弁にされて、そして自ら絶望して命を絶っておられる。その状況で、これを国会を閉じてですね、2ヶ月も3ヶ月も、そして次総選挙、それが選挙が終わるまで約5ヶ月ですよね。それ、国民が持ちますか？持たんでしょう。いや、国民の命を救えますか？五輪だけでも、政府が出した試算、昨日あの後ですね、吟味しましたけど、あれ人流だけを見て、デルタ株の影響は全く入ってない数字ですね。あれでも、期間中に1万人余計に感染が増えるんじゃないですか？そしたら、その中で重症化する方、亡くなる方が出てくるって話でしょ。おかしいじゃないですか。おかしいと思いますよ。で、世界最大の債権国であるにもかかわらず、緊縮と増税で、国民に負担を求めることは真っ先にやるのに、よその国、
に比べて遜色のない大型予算、とんでもないじゃないですか。で、ぜひですね、皆さんと共に、政権、もうこれ変えた方がいい。変えた方が早い。頑張りたいと思います。それじゃあ、ごきげんよう。